悩みとは私心の中にあるものです。神様を見上げ、神様に信頼を置き、神様を喜ぶことをする、それを人生の目的として生きる、目標に対して焦点を当てて生きる生き方ではなく、目的に生きる。信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ぬ事実を確認することであると。つまり神様の計画はですね、本当に私は偉大な計画があると思ってるんです。悩みって自分中心になればなるほど強くなります。でやはり神様を中心に歩むということは悩みがゼロになります。なぜならば神様の御心のままにですから。ですから私は実は17で社会に出ました。父親は養子、母親は養女という2人から私は生まれたわけですけれども、3歳の時に両親が別れ、決して幼少時代、いわゆる人間的な思いからすると恵まれた家庭ではなかったんですね。小学校も4回も転校し、義理の母との人間関係の葛藤に苦しみ、そして早くから社会に出ざるを得なかった、非常に貧しい家庭でした。でもそれは神様の御心のままに、まさに私がクリスチャン実業人として多くの人に、それも弱い苦しい立場にある人たちを神様に導き、また証の人生を送れる、このために備えられたものなんですよ。ですから私心をまず捨てるっていうことですね。私たちはもう霊的に救われて、神様によってですね、新しく作られて、自分の心というものは神様と共に歩む、神様の御心を具現化する、実現する、そのことを考えていったら、また霊的なものは神様のと共に歩んでいく、そのように私は考えてますね。ですから小さなことである意味では右往左往せずにですね、目的に生きると。神様を愛し、隣人を愛し、自分を愛する、愛とは何か、それもすべて聖書に答えが与えられているので、事前にその答えに生きることが私たちにとっての幸福ではないかなと、そんなふうに私は考えています。